5人が時間差登場 7.13TBS 音楽の日中井雅宏×ナンバーアンダーラインアイトークキンプリタッキー北山博光期待と恐れ7月13日中井雅宏51と安住紳一郎アナウンサー50が総合司会を務める大型音楽特番音楽の日 2024TBS 系昼2時からが放送される タイムスケジュールも発表されており、夜6時台に高橋海と25と長瀬二25のキングプリンス、7時台には平野二27、神宮寺ゆうた、26、岩優ゆうた、28のナンバーアンダーライン愛が出演。昨春まで同じグループだった5人が同じ番組に登場するということで、大いに注目を集めている。ナンバーアンダーラインイは、 23年5月にキンプリから脱退した3人が同年10月に滝沢秀明氏、42のエンターテインメント会社、トベルで再始動したグループですからね。さらに注目されているのが、ナンバーアンダーライン愛が MC の中井さんを相手にどんなトークを展開するのか、ですね。キンプリ時代に音楽の日に出演したり、平野さんが二千十八年に中井さんのザ、 世界行天ニュース、日本テレビ系に出演したこともありましたが、ナンバーアンダーライン愛としては、初の共演ですからね、女性誌編集者、中井がやめじゃに絡みのトークをすることは珍しくなく、先、6時台にパフォーマンスを披露した金プリを引き合いに、ナンバーアンダーライン愛に対して、金プリを絡めたトークをするかも、と考えられているのだ。 中井くんとナンバーアンダーライン愛の3人の顔合わせ、今から楽しみすぎますめちゃくちゃいじり倒していただきたい。他の MC では聞けないこと、ガシガシ突っ込んで聞いてみてください。それぞれのパフォーマンスを披露して5人それぞれの相乗効果となれば良いなと素直に思う。司会が中井くんだから何も心配もない。中井くんがどんな風に絡むのか期待と若干不安が。 といった、楽しみにする声と戦々恐々という声が多く SNS には寄せられている。加えて、中井は6月19日に行われた音楽の日、司会者発表囲み取材で、ナンバーアンダーライン愛とキンプリの話が出た際に、新しく環境を変えることによって、パフォーマンスがより高みを目指してできるっていうことは、決して悪いことじゃないんじゃないかなと思いますね、と、 コメントしていたことに注目する声も。中井さんは昨年7月放送の音楽の日2023で、同年8月末にキスマイ FT2 の脱退と旧ジャニーズ事務所からの対処が控えていた北山博光さん38元戸部に対して直接的に対処をいじるコメントをしたこともあった。ナンバーアンダーライン愛にとって戸部の先輩でもある北山さんの出来事があるだけに。 今年もぶっこみ質問があるかもと予想する声も出ていますね。前度昨年の音楽の日2023では中井が北山に就職するの転職違う仕事探すのサラリーマンとかと畳みかけ北山がたじたじになる場面も。キスマイが中井がプレゼントした白いマイクで歌を披露すると紹介された際は、 北山さんには返してもらわないと、と、毒のあるいじりをしていたのだ。北山さんはここら辺から炎上しそうとぼやいていましたが、中井さんがつまい、さらには北山さんと非常に深い指定関係にあることは有名な話。気心知れた仲だからこそのいじりでしたし、ファンもそれを理解しているから特に炎上することもありませんでしたね。 北山さんの飛べ合流は23年9月。事務所の公式 YouTube チャンネルで発表されましたが、そこでは発表前日に中井さんから名前が刺繍されたスーツと手紙を受け取ったことを明かしています。関係性の深さがうかがえますよね。前室の女性誌編集者。さらに中井といえば、23年8月放送の中井正宏の金曜日のスマイルたちへ。 tbsk に 20th スセンチュリーの坂本正幸52長野博士51井野原義彦48が出演した際、滝沢のことをどう思ってるの三宅、三宅県44が言ったわけでしょ。と、戸辺の社長となった滝沢氏、そこに合流した三宅に言及したこともある。滝沢氏だけに向けた言葉ではないだろうが、自分の人生さえ良ければって思っていると。 エンターテインメントってどこかで濁ってしまうかな、と、意味深なコメントを残したことも話題となった。ナンバーアンダーライン愛より前の時間帯にパフォーマンスするキンプリや、関係が深くて昨年にネタにしたナンバーアンダーライン愛の事務所の先輩の北山さん。そして、キンスマで言及したナンバーアンダーライン愛の事務所の社長の滝沢氏。三者の名前が飛び出すのか。 中井さんが金プリ時代を含めても交流が少ないナンバーアンダーライン愛に対してどのようなトークが繰り広げるのかに注目です。両者の絡みを楽しみにしている視聴者が大多数ですが恐れる声もあり、ある意味では歌のパフォーマンス以上に関心を集めることになりそうですね。全道今年の音楽の日はいつも以上に目が離せないことになりそうだ。 キンプリが5人体制で登場した最後のステージは23年5月20日の生放送番組ベニュー 101NHK だった。そして打退日である同月22日にキンプリの公式 X は記念写真を投稿。いつかまたギュッと集まってる姿見られるの待ってるよ。5人にたくさんの幸せが待っていますように。 いつも大切にしてくれてありがとうといった声が多く寄せられていた。